つくば条米の上り北条米を生産する水田北条米は茨城県つくば市のつくば山3で生産される特別栽培米。昭和時代初期には皇室に献上されていた米で、現在の主要な品種はコシヒカリである。つくば3の国葬地帯に産し、つくば市農業協同組合がつくば条米として、菅原生米工業が小田北条米として、 それぞれ商標登録している。また米のまま販売するだけでなく、北条ベースクリームの名で、アイスクリームとしても販売され、街づくりに活かされている。2000年代以降の日本では、味と粘りの良い米が消費者に注目され、その中でも、地域ブランド米と呼ばれる米には大が集まり、北条米もその一つに挙げられる。日立北条米は、つくば市北条つくば、タイ、 小田の4地域で生産された米の実に関することのできるブランド名である。これらの地域は、筑波山南西山麓の桜川東岸に位置する桜川低地と呼ばれ、標高10から20メートルほどの平坦な地形である。桜川低地は主に水田として利用され、筑波山由来のミネラル分を多く含んだ水が流入する。この水が米の旨味を引き出し、 米だけでなく山陸で栽培される、野菜類などにも甘みをもたらすとしている。穂が成熟する、冬熟期に昼は高温、夜は低温となる気候的要因も重要である。戦前には、皇室圏上米であり、すでに米国関係者に知られていた。冷めても美味しい、甘みがあるなどと消費者から評されている。その味は、日本穀物検定協会による、食味ランキングにおいて、 ウオネマコシヒカリと並ぶ、特栄養を獲得している。アミロースとタンパク質の含有量が少ないことと、水分量がちょうど良いことから、程よい粘りと弾力が保たれ、美味しくなるとされる。レンゲソウを使った有機農法に取り組む栽培農家は、幻のという言葉を用いて、法上米栽培のこだわりを示している。栽培面積は、約26ヘクタール。 2011年の生産工は約3800トンである。北条米はブランド米であるばかりでなく、商店街の活性化においても鍵となっている。北条米栽培地域のうち、旧北条町は経済活動の中心地であり、1890年の営業税雑種税地等級表では3等と評価されたものの、米雑穀省も存在した。この頃、 地域の米は農業産出額の7割以上に達する主産物であったが、単収は日本の全国平均を下回っていたため、稲作の技術改良や肥料の導入などの工夫や積極的な農事講習会への参加、農会の設置など生産力向上に取り組んだ。努力の結果、大正時代には農業生産力の向上が見られ、地主から自立した。 小規模農家も増加した。この頃、北条の米国肥料省であった大塚総一郎が北条の米を売り出した。北条の米は北の文字を丸印で囲んだ、丸北の印の丸北米として知られるようになった。1929年5月、筑波郡北部町村農会長評議会が開かれ、共同販売と農業倉庫の設置が議論された。そして遠藤重吉を、 組合長として、有限責任法上町が1丁6、仮村販売利用組合が発足、法上町中町に、組合事務所を、法上小学校に、農業倉庫を置いた。農業倉庫は、丸北印を使用し、米や麦の保管と販売を手掛けた。組合は、昭和教皇の最中という厳しい時代にありながら、順調に販売数を伸ばし、1937年6月に、 保証責任茨城県販売購買事業組合、連合会に権利上都市解散するまで安定した経営を行った。この間に食味良好であることから皇室県上米となり関東の一品として米国関係者に知られる存在となった。第二次世界大戦後は米の増産に力点が置かれ農地改革の影響で 自作農が増えたことを背景に生産意欲が向上したため、米の収量は伸び続けた。農業の多角化や減産政策が始まってからも、米の最重要生産物としての地位が揺らぐことはなかった。法上米の品質が優れており、日本政府に買い入れ制限をかけられても、反応に困ることがなかったためである。減産とは逆行して、 高地面積に占める他の割合は年々増加し、米作変調から脱することを起とした筑波町、農政はうまく進まなかった。ブランド力に依存するだけでなく、栽培農家は、原農薬栽培を推進するなど、質の高い米作りに取り組んできた。そして、北城米は、地域の宝として認識されるようになり、町づくりにも生かされることとなった。町づくりのコンセプトは、 米コミュニティ構想として、北条米を活用した新商品、北条ベースクリームの開発、北条市の開催、米本位制の地域通貨、マイ数の流通実験などを実施した。この取り組みには、地元の筑波大学が、筑波産ルネサンス事業の一環として参加しており、2009年に、北条商店街は、茨城県で唯一、新、頑張る。 商店街77線に選定された。福島第一原子力発電所事故以降、日本では放射性物質による食の安全への不安が高まったが、北条米から放射性物質は検出されなかった。2012年5月6日には、北条地区に竜巻が襲来、北条米を栽培する他のうち、約3から4ヘクタールに飛ばされてきた瓦礫が降り注ぐなどして、田植えに支障が出た。 つくば市の大半の地区は5月6日までに白柿を終えていたが、北条ではまだであった。地元農家は朝日新聞社の取材に対して、田をきれいにして、竜巻被害のイメージを取り去り、良い米を作りたい、とコメントした。つくば市北条では、北条米を3割ほど使用したアイスクリームを北条ベースクリームの名で販売している。炊いたご飯をアイスクリームに練り込んでいるため、 独特のもっちりとした食感と米の持つ自然な甘みが特徴的である。プレーン味は1ヶ月に千0 0 0個の売り上げがある。北条に来てもらうために北条地区のみで販売しており、2012年1月現在7店舗が扱っている。2007年夏の北条祇園祭りの際に筑波大学の学生がプレオープン中の北条フレあい館岩崎屋で北条米を使った。 アイスクリームを販売したところ成功し、商品化が決定。2008年11月1日に、茨城県で開催された国民文化祭に合わせて販売を開始し、マスコミにも取り上げられた。2009年からは春限定で、桜味の販売を行っており、2012年には、平沢考外席での出張販売も行われた。2010年には夏限定で、ブルーベリー味が、 2011年には夏限定で梅味が登場した。2011年7月31日に、つくば市と交流のある東京都荒川区から外郭団体がつくば市を訪れた際に、昼食のデザートとして、北上ベースクリームが供された。北上ベースシフォン、つくば市東新井にあるコートダジュールが生産する北上米の米粉を使ったシフォンケーキ。 つくば市役所が認定する第1回つくばコレクション2月の認定品で2000、コートダジュールでは他にも北上米を使った商品として北上米バターカステラを生産、販売している。地域の女性たちが開発したおにぎりで2008年の国民文化祭で披露された。塩味の縁結び、古代米を加えた万葉結び、 つくば地鶏や人参などを入れたつくば地鶏結びの3つで1セットとなっている。北条米に関連して特許庁に商標登録されているものは以下の4つがある。JA つくば市つくば農産物直売所北条米は JA つくば市を通して出荷されるほか農家による直接販売も行われている。特に21世紀初頭には農家から インターネットや宅配を利用した直販が活発化している。JA を通して生産する農家は2011年時点で約250件、生産口は約915トンである。北条地区の農産物直売所では、筑波触れ合い市や JA 筑波市筑波農産物直売所で取り扱う。東京都内の著名な飲食店へも出荷される。 流通価格は 5kg あたりで一般的なコシヒカリより500円以上高価である。北上米の栽培には自然的な課題と人的な課題が存在する。前者は地球温暖化による糖熟期の夜間の気温上昇と硝酸イオン濃度の上昇。後者は農家の高齢化が指摘できる。北上ベースクリームに関するカテゴリー。ありがとうございます。